皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画は4月24日から4月30日までに発売予定の雑誌とムック本の付録合計27冊紹介していきたいと思います。4月24日スケルトンデジタルボードでひらがな練習ブックが発売されます。セット内容はスケルトンデジタルボードとひらがなと数字お稽古シート24種類がセットになっております。何度も書いて消せる上に画面下が透けて見える仕様になっていて、紙面のお手本のひらがな文字の上に置けばなぞって練習することができます。4月25日スマートが発売されます。アイテム付録はつきませんが、渡辺翔太表紙&12ページ大特集両面大型ピンナップ付きとなっております。4月25日レタスクラブが発売されます。別冊付録として時短が叶う100円グッズザ・ベスト1ヶ月分の献立カレンダーブック5月、閉じ込み付録として冷凍パイシートブックが付いてきます。4月25日サンキューが発売されます。別冊付録として無印カルディ成城石井久世福商店オール1000円以下の美味しいもの図鑑、一瀬悦子さんの特売肉&魚のがっつりおかずが付いてきます。4月25日ブルボンからプレッツェルショコラがリニューアル発売され、アルフォートミニチョコレートバナナが新発売されます。4月26日クリスチャン・オリビエ・パリお財布機能付きショルダーバッグブックが発売されます。出ました、クリスチャン・オリビエ・パリの新作ムックお財布機能付きショルダーバッグが登場です。前後にジップポケットを搭載し、小物収納に困らない作りとなっております。コーディネートしやすい落ち着いたモノグラムもポイントですね。そしてマイポケットの中はお財布機能付きなんです。カードも6枚分入ります。メイン収納には内ポケットも2つあり、小物が迷子になりにくいのも嬉しいポイントです。高級感あふれるブランドのゴールドプレートも付いておりますね。身軽にお出かけしたい人にぴったりなコンパクトなサイズ感で、使いやすさを重視した仕様です。コーディネートしやすく汚れが目立ちにくいブラウンカラーも魅力となっております。4月26日なぞって上達かわいい式のイラスト練習帳が発売されます。こちらは春夏秋冬季節に合わせて活躍するイラストが大集合。ペンを片手になぞって真似して楽しく繰り返すだけで、かわいいイラストが誰でも簡単に描けるようになる魔法のような練習帳となっております。4月27日大人ミューズが発売されます。付録はスタイリスト安西梢さんと作ったパールチャーム付きフォンポシェットです。こちらはキルティング素材のモノトーンのフォンポシェットです。フロントにはスマホを入れるのにぴったりなポケット付き、ホワイトのパイピングもポイントですね。チャーム好きな小津さん、今回のポシェットにも引き手に大ぶりのパールをオン。小津さんらしい大人の可愛いこだわりもポイントです。そして宝島チャンネル購入特典としてラネージュ豪華スキンケア5点セットがついてきます。そして大人ミューズは増刊号も発売されます。付録はスタイリスト安西梢さんと作った5つのポケットとヒョウ柄ポーチ付き大人シックなリュックです。ポイントはメインスペースとフロントに整理がしやすい5つの収納スペースがあり、見た目はすっきりスマートですが、とっても大容量なんです。ペットボトル用のポケットもありますよ。また肩が痛くなりづらいようにストラップを太めにしているので快適に使えます。さらにヒョウ柄ポーチまでセットという豪華仕様となっております。そして宝島チャンネル購入特典としてラネージュ豪華スキンケア5点セットがついてきます。4月27日グローが発売されます。特別付録はミッフィー2層式ショッピングトートバッグです。こちらは下段に保冷スペース付きで毎日の買い物やレジャーに大活躍。ミッフィーのプリントが最高に可愛いトートバッグです。ジップ仕様で上下の2層に区分け、上の部分はトートバッグ、ジップ下の部分は保冷機能付きです。こんな感じで水平保冷をキープしたいものを入れておきます。 500ml のペットボトルが2本入りますよ。濡れてしまったものの収納持ち運びにも便利となっております。そして宝島チャンネル購入特典としてラネージュ豪華スキンケア5点セットがついてきます。そしてグローは増刊号も発売されます。付録はミッフィーと仲間たちタツポーチ3点セットです。
ミッフィーボリス8割猫のプリントしたミッフィーファンなら絶対に手に入れたいタツポーチの3点セットです。大サイズはペットボトルカバーに、中サイズはペンケースやコスメポーチに、小サイズは印鑑やリップケースにとマルチに活躍します。弾力のある素材なのでモバイルグッズの収納、持ち運びにも最適です。自立するのでデスクの上で邪魔にならず、棚などに飾っておくだけで癒されます。そして宝島チャンネル購入特典としてラネージュ豪華スキンケア5点セットがついてきます。4月27日モアが発売されます。閉じ込め付録として山田涼介スペシャルフォトカードがついてきます。4月27日バイラが発売されます。張り込み付録としてエストエストザローション2回分がついてきます。4月27日スヌーピーデイリーエコバッグブックヘッドフォンバージョンと付箋バージョンが発売されます。こちらはファミリーマートで販売されます。ご覧ください。スヌーピーが大きくプリントされたビッグサイズのバッグは内側に収納用の巾着がついているので、普段はクシュクシュっとしまっておける優れものなんです。とってもコンパクトなので、いつもの通勤通学用のバッグに入れておいても邪魔にならず、必要な時にさっと取り出せます。お会計の時にエコバッグ忘れたなんて慌てることもなくなりそうですね。そして広げてみるとたっぷり入る大容量サイズなので、たくさんお買い物しても安心です。長めの持ち手なので飲み物など重いものを持ち運ぶ時も肩掛けできるので楽ちんですよ。どんなコーデにも馴染むベーシックなカラーで、毎日使っても飽きないところもポイントです。4月27日ミルクフェド推し活ポーチブック、ピンクバージョンとローズバージョン、ブラックバージョン、そしてルマンドバージョンが発売されます。こちらはすべてローソンで販売されます。大人気ブランドミルクフェドからアクスタやトレカ、ポストカードなど大切な推しグッズをまとめて収納でき、持ち運びにもぴったり、家計管理や旅行にも使える万能ポーチです。ポイントはピンク、ローズ、ブラック、ルマンドの全4色展開で、バインダーポーチ、リフィルケース4枚、メッシュケースの3点セットとなっております。裏地はそれぞれのカラーの可愛いギンガムチェックをあしらいました。大小6つのポケットはカードサイズのポケットのほか、ポストカード OK なポケットまで整理整頓が叶います。推し活以外にもリフィルケースで週ごとに予算を分けるなど、家計管理に使ったり、パスポートやチケット、外貨、地図などまとめて収納できて、旅行にも便利に使えます。4月27日サンリオエンジョイアイドルシリーズ推し活ノート&デコシールセットブックが発売されます。サンリオのキャラクターと一緒に推し活を楽しめるエンジョイアイドルシリーズ初のオフィシャルブックが登場です。スペシャルアイテムは推しの情報を記録できる推し活ノートと、推しのカードをサンリオキャラクターのシールでデコレーションできる透明デコシール、硬質ケースの豪華3点セットとなっております。大好きな推しがいる方も、最近推しができたばかりという方も、可愛いサンリオキャラクターたちと一緒に推し活を楽しみましょう。4月28日エドウィンマルチケースブックが発売されます。503でおなじみ日本を代表する老舗ジーンズブランドエドウィンのオリジナルアイテムがついたオフィシャルブックが登場いたします。本誌限定付録にはエドウィンのジーンズをモチーフにしたデニムマルチケースです。本物のデニム生地をベースにパッチはレザーを使用、他にも赤タブやベルトループ、ステッチ、あやめなど細部まで忠実に再現しております。ポケットにはスマホが入り、中はガバッと開き、メッシュポケットも装備、持ち歩けば注目されること間違いなしのアイテムとなっております。4月28日創造性を育む縫わないで作るドレスデザイナーセットが発売されます。こちらは女の子が大好きな手作り遊びができる付録付きムックです。付録の型紙に合わせてプレゼントの包装に使われるような不織布をハサミで切り取って、両面テープで留めてリボンやジュエルシートで飾りをつけてトルソーに着せればオリジナルドレスを作ることができちゃいます。4月28日チャムス40 years anniversary book が発売されます。出ました、大人気のアウトドアブランドチャムスの40周年記念ブックです。ブービーバードがプリントされた大きめのゆったりトートバッグがついてきます。カラフルな持ち手がブラックのバッグに映えますね。
前面にはペットボトルも入る大きなポケット付き。中はご覧の通り大容量。普段使いはもちろん、キャンプアイテムを入れてお出かけできちゃいますね。もちろん肩書きもできますので、たくさん入れても楽々持ち運べます。4月28日 KBF 2way ショルダーバックブックが発売されます。ポイントはこちら。高級感のあるマットなレザー調生地で、フロント部分にはさりげなくブランドロゴが型押しされております。バッグの背面にはスマホが入るポケットが1つ付いていて便利です。しっかりとマチをつけつつ、持った際にシルエットがすっきりと見えるように細部までこだわりがあります。ショルダーストラップを取り外せば、ハンドバッグとしても使える 2way 仕様です。その日の気分に合わせて持ち替えられます。開口部は巾着のため、大きく開き出し入れが楽々です。しっかりと閉じればバッグの中身が見えないのも嬉しいポイント。内側にはポケット付き、リップや鍵など細かいものもバッグの中で迷子にならずに収納できます。4月28日アクアスキュータムロンドンお財布ショルダーバックブックが発売されます。ブラックベースにゴールドでロゴを白押ししたシンプルなデザイン。シボナールレザー調ゴールドがリッチな印象です。背面にはスマホが入るポケット付きで、これ一つで身軽にお出かけすることが可能です。内側はお札が入るポケットが2つ、ジップ付きコインポケット、カードポケット6枚分、チケットやレシートが入る幅広ポケット1つ、車のキーや印鑑の収納ができるマチありポケットが2つと、ポケットが充実しております。ショルダーストラップは取り外し、長さ調節ができるアジャスター付き、長財布としても使える便利な仕様となっております。いかがだったでしょうか。ここまで4月24日から4月30日までに発売予定の雑誌とムクボの付録、合計27冊紹介していきました。4月も来週で最終週となります。大型連休で使いたくなるようなアイテムも多数出てきておりますので、気になった付録は早めにチェックしておきましょう。購入した付録は随時開封レビュー動画を上げていきますので、購入の際の参考にしてください。そして Twitter、Instagram でも付録情報を発信しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。動画のグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。